はい、どうも皆さんこんにちは。俺は今非常に機嫌が悪い。俺は今どこにいると思いますか？中国の広州というところに一人で来てます。行けた。はい、お目当てのレストラン。へえ、ちょっと話すと長くなるんですが、まあ、ある人とね会う約束をしてましたが、突然ブッチされました。キャンセルですね。まあ、1人なんですが、全くどうしていいかわからない状態で来てしまいました。ただね、ちょっとホテルまでは行かなきゃいけないので、どうにかして行きたいんですけど、ちょっとタクシーとか怖いんで、バス、電車をどうにかしたいですね。カチャカチャ。とりあえずですね、ちょっとバスに乗らなきゃいけないかもしれないんで、行けるかどうか聞いてみます。てか、そもそも俺中国語が全く喋れないので、英語が伝わるか、このお姉さんたちが、そこがちょっと肝心なところですね。ちょっと聞いてみたいと思います、ね。今広州空港というところにいるんですけども、あの中国の困ったところ、その一つがですね、 Facebook、Instagram、Google 系のものが全部使えないんですね。これはね、国でね、ちょっと規制をかけてるんですよ、インターネットに対して。なので、その専用のものしか使えないから、中国人はそういう Instagram とか Facebook ができないようになってるんですね。それが問題で、一応 Wi-Fi というのを初めて借りたんですよ、人生で。海外旅行行くときは必ず日本人がいたり、日本語が話せたり、友達がいたりとかしたけど、今回はですね、なんとキャンセルをされてしまったと。ドタキャンを、今日木曜日なんですけど、月曜日にまあちょっといざこざというかね、あって、急遽ドタキャンですよ。ありえますか？ほんとね、どうにかしてる。なんか後ろに見るとさ、世界の家みたいなの書いてあるんだよね。どこが世界の家なんだ。でね、今その僕の行くホテルの場所を見せて、ここに行きたいからバスのチケットを買いたいんだけど、そしたらノーバスって言われて、ネクストみたいな感じで、どこに行ったらいいのか分かんなくなってしまいました。今回の旅は今までの中で一番わけが分かんないですね。まず英語が通じない、もちろん日本語も通じない、で俺が中国語喋れない。ガイド兼友達にはドタキャンされで、しかも調べたら、そのこの空港から俺のホテルまでまあまあ遠いし、今バスがないって言われちゃった。お前、英語が喋れねえのがやで、どうしよう。シティバスって書いてあるんだけどね、あそこに書いてあるんだけど、なんかバスないとか言って、でとりあえず近くまで行くとかさ、行けるようにとかしてくんねえのかなとか思って。それは求めすぎか、中国人に。というわけで、とりあえずはホテルを目指します。もうめっちゃね、あの今6月の27なんですけど、暑いです。中国地下鉄はやばいだろ。やっぱり親切じゃねえな、日本と比べると。ダメだな、やっぱり比べたら。そう、まあ、とりあえずですね、 LINE とかも全く使えないんで、この国は困ってるんですね。行くしかねえか、怖え、マジで。せめてさ、 Google マップとかあればいいけど、 Google マップ使えないからね。ここ行かないわけいかないじゃん、そんなキャンセルされたからってさ。だって飛行機だってタダじゃないし、ホテルだってもうお金払ってんでキャンセルできないんですよ。そりゃ行くよね。で、俺はまだね、ここに来てお金を使ってないんですけど、さすがにちょっと喉が渇いちゃったから買おうかなと思ってるんですね。カチャカチャ。このお店、雪だか勇気だか分かんないけど書いてある。なんか新鮮そうな感じですね。何この可愛い豚の、まあ、見たことあるようなないような。これもなんか、これ何 100g って書いてあるけど、あの中国のお金のさ、数えるの元なんですけど、あの日本の Y ってあるじゃないですか、円マーク、あれが書いてあって、円マーク35で35元みたいな。はい、中国で初めての買い物をしました。初めて買ったのはお水です。というか、お水かどうかも分かりません。
僕が買ったのはこれです。あの率直にみんなに聞きたいんだけど、俺中国人に見える？バリバリ中国語で話しかけられるんだよね。で俺さ、もうさ 100元札しか持ってないの。100元札でしか両替してないので、これ8って言われたんだよね。いくらかちょっと計算できないけど多分安い。じゃあね、今からね地下鉄で多分シティって方に行けばいいと思うんだよね。不安です。課長課長、いや早速びっくりしたんですけど、地下鉄に乗るのにあれが必要なんですね。ゲートチェック、荷物のチェック何回やるんだろうっていうぐらいめっちゃしました。地下鉄で行くって決めたんですけど、まずここの駅の名前が分かんなくて、それで困ってます。で、あのね、あ、もしかしてやばい、中国はこう右に立つっぽいっす。俺バリバリ今左に立ってエスカレーター乗ってたんですけど、右に立つっぽいっす。ほら、知らんかった。うわ、着いた着いた。来るまではキャンセルされた怒りの方が多かったんですけど、来てみたらあの普通にちょっと緊張しますね。緊張するし、ちょっとまあ若干ワクワクしますよね。日本に来た中国人の気持ちがわかる。だって日本語も喋れないし英語も喋れないじゃん、日本人って。あ、間違えた。中国語も喋れないし日本語も間違えた。課長課長、またわかんねえ。なんか切符のあれだな。だここのステーションなんていう名前なのって聞いたら、やっぱりおばちゃん英語が全然喋れなくて、で路線図を見せたんですよ。そしたらあー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 みたいな、多分電車に乗りたいってことしか伝わんなかったんですけど、ステーションズネームぐらい分かってほしかったけどな。それでね、僕は今何がしたいかっていうと、切符を買いたいんですけど、あの日本でねいうところのスイカみたいなのがあるっていう噂聞いたんですよ。それをねちょっと買いたいなというふうに思ってます。でホテルの近くにラッキーなことに遊園地があるので、その遊園地の行き方を事前に調べておいて、ね、スクショしたんですね。スクショした画面から駅の一番近い駅の名前が分かったんですよ。だから乗り換えを知るのにはこの駅の名前が知りたいわけ。この駅からそこに行くって調べたら多分乗り換えの方法は出てくるはずなんですよ。雰囲気で理解できるかなと思ってるんで、中国語をね。今から切符を買うんですけど、マジで全然分かりません。あそこまで行ったんですけど結局引き返してきました。であっちがどうやら IC チップで買える切符のコーナー、スイカとかで買えるみたいな感じかな。なんだろうね、見てこれ、2円、3円、4円、5円とか書いてあるじゃないですか。あそこから、うわ、あそこに見つけられる自信ねえな、マジで自信なし。いやいや、時間かかってもいいんだったらずっとここに見つかるまで行ってやるよ。ちゃんと買えるのか俺は切符が。ネットでホテルの最寄り駅を調べてたので、一応名前だけ見て、あと南郷線っていうのだけ覚えてみたら買えました。値段が9元でいいのかな。で出てきたのがこれ、この緑のやつがそうみたい。何これ、これいいのこれね、切符。つうか俺ありがたかってるぐらいヒゲが濃くてマジで気持ち悪くなってきた。まあそこゲートなんで通れんのか、この変なプラスチックのメダルで。え、いやー怖。とりあえず 3号線に乗ればいいっぽいので頑張って行ってみたいと思います。怖い、切符も買うのだって一苦労なのに。課長課長、はい、今ですねちょうど1時間15分ぐらい、電車に乗りまして、おそらくここであろうという最寄りの駅に着きまして、中国の駅はこんな感じです。もうね、知らないね、もう暗号みたいな感じなんですよ。あのね、出口とかさそういうのはなんとなく分かると一緒だから出れるんですけど、他のねやっぱね駅名とかマジで全然分かんないですね。あとなんかアナウンス聞いててもシャオシェンチシャオワイラチョとか言われても全然あのアルファベットとあれが違っちゃってて分かんないっていうのと、
あとあのさっきのコインみたいな切符はなくしやすいと思うけど、まあ、小銭入れに入れとくっていう意味ではいいのかなと思いました。お、いや、あとね、あの日本もそこそこですけど、にあの暑い、蒸し暑い、独特の匂いがするよね、やっぱその国。うわ、俺初めて地上出んじゃん。そういえばやっと着いたで、チャイナ。なんだこれ、大丈夫か、おい。なんかあっちぇ、なにここ、え、大丈夫これ、駅の出口として駐車場、なんだこれ、やばいとこに来てしまった。なんだここ、え、しかもなんか雨雲来てっけど、くそ、こんな暑いのか。俺さっきめっちゃ暑いと思ってたけど、暑くねえわこんなんだったら。なんでこれ打ちっぱなしのコンクリートのこの感じ、駅の入り口かこれ、本当になんか発展途上の感じが出てますね。っていうか暑い。ちょっと今からホテル目指そうと思うんですけどね、これが一番嫌いな時期に来ちゃったかな。やっぱり寒い時が好きだから、このバイクのタクシーみたいなうさんくさいおじさんがいましたけど、何これ、無法地帯か。うわ、これ絶対バロットだ、あの卵。しかもこれ見て、これこの外との隔離感、外との隔離感、なんじゃこれ。これ駅、駅かこれ。なんかあそこ思い出しますね。なんだっけ、あのさ、熊、はは、金沢の、石川県の上に能登半島行った時に汚い海を思い出すわ。無法地帯感すげえな、これ誰も掃除しねえのかよ。この駅からホテルに行くまでの下り、いらねえか、いらねえか。すごいぜマジで。だってこれ一応あれなんかな、こういう気遣いをしてくれてんのかな。いやー、あー、そういえばあれだね、こんだけさスペースあったらさ、日本だったらさ、やっぱ広告とかさすごい打つじゃないですか、人が通りそうなとことか。そういうのないね。やべ、絶対落としたくない、こんなとこに。これよし、セーフ。見てこれ、これ誰か捨ててるよね、さすがにね、うん。俺すげえ気づいたんだけど、ちょっと中国人っぽく見られるのか、まあ一応アジアンだからさ、そういうこともあるんだろうけどさ、あのフィリピンみたいにアホみたいに誘われなくていいわ、乗れやーみたいな、乗れ乗れみたいな。え、やべえ。